リッキー・ゴンザレス、リッキー・アンヘル・ゴンザレス・バジェニージャ、リッキー・エンジェル・ゴンザレス・バレネラ、1978年12月21日隊は、プエルトリコ自治連邦区、バヤモン出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ちの MLB ドラフトにおいて16巡目、全体468位でニューヨークメッツに指名され、プエルトリコのアドルフィナ・イリサリー高校から入団する。入団後はマイナーリーグで経験を積み、2001年に MLB で初登板を果たす。なお、当時のメッツの同僚に新庄剛志がおり、この出会いが、後の日本球界挑戦に影響を与えたことを、来日後の回で語っている。からは再びマイナー生活を送り、タンパベイデビルレイズで、再び MLB へ昇格したが、目立った実績は残せなかった。マイナー通算71勝をマークしている。6月10日、ヤクルトスワローズと契約を結んで来日した。1年目はリリーフ不足のチーム事情から主に中継ぎで登板するが、時折先発も務め4勝2敗の成績を残した。2は開幕投手の候補にもなったが、直前に指を骨折し離脱。シーズン途中に復帰すると、前年同様先発と中継ぎの両方を任された。は、開幕前に行われた第1回 WBC にプエルトリコ代表として出場した。また、来日以来怪我で離脱などの不運が続いていたことから、背番号を42から78へ変更した。ガトームソンと併用され、主に10日おきの登板ながらも安定した活躍を見せた。オフの契約更改ではガトームソンが、この起用法に不満を訴えて移籍したのに対し、ゴンザレスは残留を希望。翌シーズンもヤクルトでプレーすることになった。は開幕ローテーション入りが期待されたが、春季キャンプの途中で右肘痛を訴え、3月31日に靭帯移植手術を受ける。これにより、年内の復帰は絶望となり、手術後は故郷のプエルトリコでリハビリに励んだ。前年に2年契約を結んでいたため球団側は解雇せず、翌シーズンに再起をかけることになった。6月に2軍で実戦復帰。ファームで順調に成績を残して8月17日の中日戦で1軍復帰を果たした。9月2日の対中日戦で2年ぶりの勝ち星を挙げたが、結局シーズンはこの1勝で終えた。11月4日に来季の契約を結ばないことが発表され、12月2日に自由契約公示となった。1月13日、読売ジャイアンツが1年契約での獲得を発表した。外国人枠の関係で開幕を2軍で迎えるが、この間に2軍投手コーチ小谷正勝の指導で、チェンジアップを習得。不振のエドガルド・アルフォンゾと入れ替わる形で5月に1軍昇格すると、5月3日の阪神戦で移籍後初勝利。そこから5連勝、34イニング連続無四球という抜群の安定感を見せ、すぐにローテーションの軸となる。しかし、右肘靭帯手術という経歴を考慮し、どんなに好投しても100球前後で降板していた。5月は5勝0敗、防御率 1.56 の成績で、自身初の月間 MVP を広島の大竹宏と同時受賞した。6月5日の対日本ハム戦で開幕からの連勝を6に伸ばし、沢村栄治の球団記録とレオ・カイリーの外国人投手記録に並んだ。なお、6月26日の対ヤクルト戦に先発した際には、尊敬してきたマイケル・ジャクソンの急逝報道の当日であったため、登場のテーマソングをジャクソンのスリラーに変更した。前半戦の活躍が評価され、オールスターゲームに監督推薦で初選出され、札幌ドームで行われた第一戦の先発投手を務めた。8月11日の広島戦。マツダスタジアムで自身初のシーズン10勝目をマーク。その後も安定したピッチングを続け、シーズン終盤まで、吉見和樹、中日、立山翔平、ヤクルトと最多勝ちを争いを繰り広げた。最多勝ちこそ逃したが、最終的にチームトップとなる15勝、2敗、防御率 2.11 の成績を残した。シーズンを通じて大崩れした試合はほとんどなく、自責点が5以上だった試合は一度もなかった。中日との CS ファイナルステージ第1戦では、先発を任されたが初回に5点するなど不調で、敗戦投手となるもチームがそこから3連勝して、日本シリーズに進出した。そして、日本ハムとの日本シリーズでは、第1戦に先発して、勝利投手となり、第5戦でも、勝利投手にこそならなかったが好投を見せ、第6戦に、チームは勝利して、日本一を達成し、優秀選手賞を受賞。リーグ優勝、日本一に大きく貢献した。は、前年の大活躍により先発の軸として期待された。ものの、開幕から不調で黒星がかさんだ。制球力と球威が急降下し、被打率と与四球率は大きく悪化。前年に4勝無敗だった、中日戦で0勝5敗、交流戦も0勝4敗と、散々な結果に終わった。体重増加が不調の原因とされ、6月にはダイエットを敢行したが、夏以降も調子は戻らず。負ければ、リーグ優勝が消滅する試合に登板し、敗戦投手になるなど最後まで精彩を欠いた。クライマックスシリーズでは2試合に中継ぎ登板した。最終的には1999年のガルベス以来となる球団の外国人投手に桁敗戦、5勝13敗を喫し、防御率も 5.29 と大きく期待を裏切り、チームがシーズン4連覇を逃した要因の一つともなった。オフには1800万円減の約9200万円で契約更新した。は、前年の教訓を踏まえ、体を絞ってから来日した。前半戦は不調でほとんど活躍できなかったが、7月になると投球が冴えて、復調の兆しを見せた。しかし8月に肉離れで長期離脱を強いられてしまう。復帰後も先発の役目を果たし、最終的な防御率は1点台だった。クライマックスシリーズでは3戦目に先発し、好投するなど、終盤において欠かせない存在となった。はマウンド上での違和感による降板が2度あるなど、長期間にわたって、登録抹消され、登板数も11試合にとどまった。ただし、前年度ほどの安定感はなかったものの登板した、試合ではゲーム作っており、シーズン終盤に復活したこともあって、クライマックスシリーズのベンチメンバーには入ったが、この年は DJ ホールトンの活躍もあり出番はなかった。日本シリーズでは第1戦に9回に登板、日対抗に本塁打を打たれて1回1失点。第3戦は7回裏から登板し2回1失点だった。11月9日、自由契約選手として公示された。2012年12月13日に、千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。しかし、は、序盤から不調でわずか4試合で0勝2敗、防御率 8.10 と結果を残すことはできず、10月3日に球団から来季の契約を結ばないことが発表された。春先に QVC マリンフィールドの風が苦手という発言もネックとなっている。2008年までは、平均球速約時速 141km の速球、ツーシーム、フォーシームとスライダーを主体とする投球スタイルだった。2009年から左打者対策としてチェンジアップを新たに習得し、カーブを含めた変化球の割合を増やし常に低めをつき、内野ゴロを打たせて取る投球スタイルに変化した。決め球としては縦のスライダーを使う。2009年シーズンはコントロールが非常に良く、41と1、3回連続無四球を記録するなど四球が非常に少なかった。元は遊撃手ということもあり、打撃の良い投手でもある。2009年シーズンは打率260、6打点を記録した。また、ずんぐりした体型に見合わず、バント失敗のボールを捕手や一塁手が二三塁に投げる際、瞬時にしゃがむなど俊敏な動きも見せる。2009年シーズンには投手としてゴールデングラブ賞も受賞。ヤクルトには2004年から2008年までの延べ5年間在籍し、1995年から1997年まで在籍したテリー・ブロスや2001年から2003年まで在籍したケビン・ホッジスを抜いて、球団史上最も長く在籍した外国人投手であった。帽子をやや斜めにして被るのを好む。写真撮影の時に、まっすぐ被るように言われた時も、これが俺のスタイルだと拒否することもあった。ヤクルト時代は夏場になると、アンダーシャツを半袖にしていたが、巨人に移籍してからは、ドーム球場ということもあり、夏場でも長袖のアンダーシャツを着用するようになった。2009年シーズンより、読売ジャイアンツに移籍。同球団のゴンザレス製の選手としては、デニー・ゴンザレス、1991年から1992年、在籍、ジェレミー・ゴンザレス、2007年在籍、登録名は、GG、ルイス・ゴンザレス、2007年から2008年在籍に、次ぐ4人目となった。その後、2010年に5人目のゴンザレス、エドガー・ゴンザレスが加入。それに伴い同選手のスコアボード上表記は、エドガー、セネームは、E・ゴンザレスとなったが、リッキーは、ゴンザレスのまま変更されなかった。同じプエルトリコ出身で、古巣のヤクルトに入団した、オーランド・ロマンとは幼馴染であり、幼少期は、実家が近所であった。また、メジャーリーグで活躍する捕手のホセ・モリーナとはバッテリーを組んだこともある友人である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。